はい、皆さんこんばんは。それではですね、本日 EP5 の徹底解剖ということで、昨日おととい月曜日に引き続きですね、2回目後編になります。今日はですね、 EP5 のカスタムメニューの設定のところを細かく見ていきたいなと思います。まずの実際のですね、ご説明に入る前に、新作の宮崎あおいさんのムービーを見ていただきたいなと思いますので、そちらをご覧ください。私だけの景色、私だけの瞬間、私はシャッターを切る。この瞬間を誰かとシェアするために、今をシェアする人のペン誕生、オリンパス。はい、テレビ CM ですね、宮崎あおいさんの新 CM を見てご覧いただきました。これからですね、早速カスタムメニュー入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、ユーストリーム初登場、はい、初出演ということで、オリンパスのですね、デジタルカレッジの事務局をしております鹿島さん、はい、よろしくお願いします。の方から説明を進めていきたいなと思います。もうおなじみの方も、写真教室によく来られる方はおなじみの方もいらっしゃると思いますけれども、じゃあ早速カスタムメニュー始めていきたいと思いますけれども、カスタムメニューの方はかなりですね、内容が濃いですので、途中質問とかありましたらツイッターでですね、質問投げかけていただければなと思います。はい、じゃあ早速進めていきましょうか。はい、そうですね、前回ご質問いただいてたことがありましたので、そちらご回答したいなと思いますけれども、前回の OI シェアとの Wi-Fi 接続ですね、スマートフォン OI シェアのスマートフォンアプリを使いまして Wi-Fi 接続のお話をさせていただきました。その時にですね、iPhone の方、 OIS の対応のですね、 iPhone を使われている方の中でWi-Fi を認識しなかったという方が、いらっしゃいました。こちらですね、想定されることというのを、我々の方で考えて
ってみたんですけれども、と iPhone 自体をと Wi-Fi の通信の方ですね、 iPhone の通信の方を Wi-Fi の接続で使っていた、場合には、一度ですね、iPhone の設定の画面でネットワークをと EP5 側に一応切り替える操作をしてあげないといけません。と 3G でと接続している場合には自動的に Wi-Fi の方にを拾ってくれるんですけれども、と通信自体を iPhone の通信自体を Wi-Fi の環境で使用されている場合には一度設定の画面を開いていただいて EP5 に Wi-Fi のを切り替えていただくという操作が必要だということになりますので、その辺ですね、ちょっとご確認いただけますようお願いいたします。では、はい、早速いいですかね、はい。では今日はカスタムメニューということで、このギアマークですね、まあ、歯車マークといったらギアマークの部分から説明してまいりましょう。でまず、まあ、ABCD でありますけども、 A の AFMF のところですね、まあ、オートフォーカス、マニュアルフォーカスに関するメニュー入ってまいります。まず最初 AF 方式というところで、まあ、こちらは、まあ、メニューからこう言ってもいいですし、普通のですね、何でしたっけ、あの画面ライブコントロールか、ライブコントロールからまあ普通は操作すると思うんですけども、こちらのメニューからもいけます。静止画の時にオートフォーカス、まあ、SAF シングル AF にするか、まあ、コンティニュアス AF、まあ、MF という形で、まあ、ここから選べますよということですね。あと動画の時の、まあ、フォーカス方式もこちらで選べます。まあ、ムービーの時には通常は CAF ということで、まあ、常にピントを追い続けてくれるというのがまあ標準ですけども、それ以外のものですね、こちらで選ぶことができますよということになってます。で続きましてフルタイム AF、 こちらはですね、オートフォーカス、まあ、写真撮るときは大体半押ししてピント合わせるんですけども、このフルタイム AF っていうのをオンにしておくと半押しをしないでもですね、常に被写体に対してピントを合わせ続けてくれるっていうモードになります。まあ、ですので、瞬間的に撮りたいなという時にそのオートフォーカスの時間を短縮できるというメリットはあるんですけども、常にピントを合わせ続けるんで電池の消耗がですねちょっと大きくなってくるというデメリットもあります。初期設定はこれオフになってます。はい、で3つ目、すいません、 AEL AFL モードというのがございます。これ入りますとそれぞれですね、オートフォーカス、マニュアルフォーカス、このフォーカスモードによって設定が違うんですけども、まずシングル AF の時ですね、半押ししてピントが1回だけ合うシングル AF の時にはモードが 1,2,3 と3つございます。初期設定は普段使っている時、半押しするとピントと同時にですね明るさをロックするっていう形で AEL と SAF というのが一般的です。でシャッターを押し込んだときに、まあ、露出、明るさを決定して写真が撮られると。これはまあ普通のモードですよね。で、これ2番を選ぶとどうなるかというと、半押ししたときにはですね、ごめんなさい、2番ですね。オートフォーカスだけが効きます。で明るさはもうロックしないで、全押しのときに初めて明るさを決めるというところで、半押しのときに明るさを決めるか、全押しで決めるかの違いですね。で、3つ目は、今度は、半押し、まあ、大体は半押しでピント合わせるっていう感覚皆さんあると思うんですけども、半押しでピントを合わせないんですね。で明るさだけを固定して全押しで、明るさを決定して写真が撮れると。でピントはじゃあどこで合わせるかというと AEL、AFL っていうボタン、まあ、ここで合わせます。でただカメラを見るとですね、この AFL、AEL っていうこのボタンはないんで、これは実はファンクションボタンだったり、このムービーのボタン、赤い丸のボタンがあるんですけども、こちらを、まあ、AEL、AFL っていうボタンに、まあ、カスタマイズすることができるんですけども、例えば、まあそうですね、後ろのムービーボタン、赤いボタンがありますけども、これなんかを AEL、AFL に、まあ、割り振ることによって、親指を使ってですね、ピントを合わせるっていうことをしたりします。でこれどんな時に使うかっていうと、半押し、例えば、そうですね、子供、まあ、私なんかよく子供を撮るんですけども、子供を撮るときに、そのいい表情のときだけ瞬間的にこう撮りたいというときありますよね。
その時に一回一回半押ししてピントを合わせてると、そのピントを合わせる時間でちょっとそのいい表情を逃しちゃったりということがあるんで、一回もう子供との距離が決まってですね、ピントを最初に固定したら、あとはもうシャッターを押すだけということで、いちいちピントを合わせないで済むと。じゃあこちらの、そうですね、こちら、そうですね。でこれ手元カメラに切り替えます。はい。これをやるにはちょっと次のところをやらなきゃいけないんですけども、例えばこれちょっと後でまた説明しますけども、ボタン機能というこの今ムービーボタンを AEL、AFL にしました。でさっきのですね、この AEL、AFL モード、これをモード3にした時ですね、シャッターを、まあ、今ちょっとわざとピントをずらしますけども、半押しした状態、今半押ししてます、でもピント合いませんよね。でそのままシャッターを押せば切れるんですけども、これ後ろの赤いボタンを押します。赤いボタンを押すとここで初めてピント合わせをすると、こんな感じですね、ピントが合いました。で一回ピントを合わせちゃえば、もうあとはシャッターをこう、でシャッター普通だと半押しした時にまた緑のまだこうつくんですけども、それをいちいちしないでですね、もうピント固定でどん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 いい表情がここだと思った時に撮っていけば、サクサク自分のタイミングで撮れたりします。まあ、そんな使い方をするのがこのモード3というやつですね。はい、置きピンっていうのは、そうですね、置きピンっていうのを、まあ、運動会とかでこう子供がこう走ってくるときにもうここで撮ろうっていうのを決めておいてですね、あらかじめもうそこでピントを固定しておく。例えばモード1だとずっと半押ししたまま待ってなきゃいけないんですけども、モード3にしとけば一回ピントをそこで合わせておいて、もう手を離しちゃってもですね、子供が来たときにシャッターを押せばもうそこでバッチリピントが合うというような使い方です。で同じように今シングル AF でしたけども、コンティニュアスの CAF にしたときに、まあ、モードどれにするかっていうのが選べます。で、まあ、CAF の場合っていうのは動いているものをこう追っかけながら撮ることが多いんで、まあ、モード2っていうのがですね、初期設定になってます。これは半押ししたときにオートフォーカスを取り始めますよ、で全押ししたときに明るさを決めるというのがモード2ですね。同じように、まあ、モード1、モード2、モード3とありますけども、それぞれ、まあ、シングル AF と同じような考え方です。CAF の時には、まあ、モード2がおすすめということですね。で、マニュアルフォーカスの時にも同じようにですね、1、2、3ってあるんですが、マニュアルフォーカスなんで、まあ、基本的にはオートフォーカスは使わないで、自分でこう、フォーカスリングを回してピントを合わせるということなんですけども、モード1の時はですね、半押しで明るさを固定して全押しでそのままの明るさでこう撮ると。で AEL、AFL ボタンは明るさのロックですね、 AEL になります。でモード2の場合、これは半押しの時は何も反応しないんですね。で全押しで初めてこの明るさを固定すると、半押しでは何も動作しませんよっていう違いです。でモード3、おすすめはこのモード3なんですけども、半押しで AEL、全押しで、まあ、露出、これはもうモード1と同じなんですけども、ポイントはこの A ロックボタンを押した時ですね、まあ、さっきカスタマイズしましたけども、この赤いムービーボタンですね、これを A ロックボタンにしたんですが、これを押した時だけオートフォーカスが使えるっていう使い方です。さっきちょっとSAF の時にもやりましたけども、それと同じようにですね、普段はマニュアルフォーカスでこう合わせてるんだけども、ちょっとオートフォーカスを使いたいなという時だけこの赤いボタンを押すと瞬間的にオートフォーカスが使えるということなんですね。まあ、ですので SAF でモード3にしてもいいんですけども、普段オートフォーカスで使う時には半押しでピント合わせたい、でマニュアルフォーカスを使う時もあって、マニュアルフォーカスでもたまにちょっとピント合わせを瞬間的にしたいなというときには、まあ、マニュアルフォーカスの方をモード3にしておいて、まあ、シングル AF の方はもうモード1にしておくと、そういうふうに使い分けると非常に便利かなというところですね。まあ、その辺がおすすめの設定です。シングル AF はモード1で、
CF はモード2ですね。で MF はモード3なんかっていうのはおすすめです。はい、では続いて4番目、これレンズリセットのところいきます。でこれは何かっていうと、電源を切った時にピントの位置がですね、初期設定に戻るか戻らないかというところです。例えばマニュアルフォーカスなんかでこう合わせておいて、電源を切った時にですね、初期設定に戻ってしまいますと、また電源を入れた時にピント合わせ直すということが必要になってきます。例えばそうですね、夜景だったり、まあ、これからの季節花火なんかありますけども、花火なんかっていうのは遠くにピント合わせますよね。で遠くにピントを合わせておいて、まあ、ちょっと暗くなる前にちょっと風景とかにですねピントを合わせておいて、まあ、花火が上がるのを待つんですけども、例えば、まあ、待ってる間ずっと、ね、つけっぱなしだと電池食いますんで、一回電源を落としておきたい。でその時にレンズリセットがオンの状態、初期設定のまんまだと、せっかく合わせたのがですね、また元に戻ってしまって、電源を入れると、まあ、ピントがずれてるということがあります。でそんな時にはレンズリセットをオフにしておくと、合わせたピントの状態で電源が切れてくれますので、いちいちまた合わせ直す必要がないんですね。遠くに合わせた状態でピントが切れ、固定されて電源が落ちてくれます。なんかね、三脚に添えて撮影するとき、三脚に添えてね撮影をするときですね、被写体を待っているようなときに非常に便利ですよね。そんな使い方ですね。で次、バルブタイム中 MF っていうのがあります。これはバルブ撮影とか、まあ、タイム撮影っていうのがあって、まあ、これまあ花火なんかで使うんですけども、これ花火でですね、普通に撮るときにはあんま使わないんですが、ちょっと特殊な使い方で、花火はこう弾けているときにわざとピントをですね、ずらしてマニュアルフォーカスでずらすことで、線がこう膨らんだりとかですね、逆に膨らませておいてこう細くなったりっていう、ちょっと変わった撮影ができたりします。そんな撮影をするときにこれがオンになっていると可能ですよということですね。はい、で続いてフォーカスリングですね。これ何かというと、マニュアルフォーカスでピントを合わせるときに、まあ、回しますけども、普段は、まあ、そうですね、左側に回すとこう近い方に来るんですけども、これ反対側に設定したいなというときには、これを向きを変えるとですね、まあ、手前に回したときに遠くにピントが合うような形になるということで、まあ、そういう形で、これ、はい、メーカーによってですね、方向が実は違いまして、その他社のカメラとかに使い慣れててですね、そのオリンパスにのカメラを使う場合とか、あとは2社のカメラを使うなんて言った時に、その同じ方向にしておかないとやっぱり違和感がありますので、その辺を合わせることができるって、両方に対応しているというのが、まあ、オリンパスのカメラはどれもそうなんですけれども、そういった特徴がありますので、これはお好みで合わせていただければなと思います。はい、で続いて MF アシストですね。マニュアルフォーカスのアシスト機能についてです。で今まではこれ拡大っていうのしかなかったんですね。で拡大って何かというと、マニュアルフォーカスでフォーカスリングを回したときに画面が自動的に拡大してくれるっていうモードです。これをオンにしておくと、ちょっとやってみましょうかね。じゃあ手元の被写体でちょっとやってみようと思うんですけども、オンの状態でちょっとやってみますね。はい、でフォーカスリングをちょっと回してみます。で設定をですね、ちょっとマニュアルフォーカスにして、はい、MF っていう状態で回しますと、今画面が10倍に拡大してましてね、ちょっと近すぎるんで回します。でこういう形で、まあ、ピントを合わせやすくしてくれるんですね。まあ、ちっちゃいままだとピントが合ってるのかどうか分かんないんですけども、拡大することでこう、あ、ピントが合ってるなっていうところでシャッターを押せば、しっかりピントが合った状態で撮れると、このアシスト機能があります。でもう一つ、今回 P5 で初めてついたのがもう一個の方なんですが、まあ、こちらがピーキングっていうやつですね。ちょっとこれ拡大の方をオフにして、ピーキングの方をちょっと使ってみましょう。でこれをオンにするとどうなるかというと、またちょっと手元でやってみますが、
ちょっとあの画面がですね、こうマニュアルフォーカスを回したときにコマ送り的にこうなるんですけども、ピントが合ったところが色がつきます。白か黒か設定できるんですけども、今白くちょっと輪郭が出てるの分かりますでしょうかね。このアジサイのお花、今白くなっているところにピントが合ってますよという機能ですね。ですのでこう目で見て、あの一番シャープなところがピントが合っているというのはまあこれまでだったんですが、今回はそれに加えて色でですね、今こう回すとマイクがちょっと白くなってますけども、今マイクのところにピントが来ている、ちょっと後ろにこうずらすとお花の方にこう来ているということで、色でピントになっているところを教えてくれます。でそれを目安にしてシャッターを切っていただくと、合わせたいところにしっかりピントがありますよということですね。はい、これが新機能です。でこのピーキング機能はまた別な使い方もできるので、また後で出てまいります。で2ページ目に行きますけども、あのオートフォーカスのエリアですね、このホーム登録という機能があります。でこれもですね、ボタンにちょっと割り当てるんですけども、あのファンクションボタンとかですね、先ほどのムービーボタン、こちらにこの機能を割り振っておくと、これを押した瞬間にですね、ここで設定したモードに、まあ、瞬時になってくれるというやつですね。例えばオートフォーカスのスモールなんかにすると、こういうふうにピントを合わせる点がちっちゃく設定できるんですけども、ボタンを押した瞬間にまあこれに切り替えることができるという機能です。あとは次 AF イルミネーターというのがあります。これ暗いところでピントを合わせるときにですね、補助光を出してくれるか出さないかの設定です。出してくれた方がまあピントを合わせやすいんですけども、暗いところでちょっと明るい光を出してはいけないようなときもあったりすると思うんで、そういうときにはオフにするという切り替えができます。で A の一番最後は顔優先ですね。でこれもですね、顔のマークいくつかあるんですけども、顔だけを検出するか、I ってつくとですね、これ瞳検出という機能になります。目にピントを合わせてくれるという機能があります。人物撮影なんかで目にピントを合わせるというのは基本なんですけども、まあ、そういうふうに簡単にですね、カメラが目にピントを合わせてくれます。で I に R とか L ってつくんですが、これ右目優先左目優先ということで、まあ、右目だけ左目だけということでですね、優先して合わせるということもできます。これがピント合わせに関する AFMF のところになります。で続いて B ですね、ボタン、ダイヤル、レバーと、レバーというのは今回新しくつきましたけども、この B の説明に入ります。でまず最初ボタン機能ですね、いろんなボタンがあってですね、それぞれカスタマイズがたくさんできるようになっているんですけども、まずは FN ファンクションボタンですね。これどこにあるかというと、シャッターの隣にあります。で、この FN って書いてあるボタン、初期設定では、ライブガイドっていう機能が割り振られてます。これはまあ初心者の方に非常にまあ便利な機能で、まあ、分かりやすい言葉ですね。まあ、露出なんかっていうのは明るさっていう言葉に置き換えてくれたり、まあ、色合い、ホワイトバランスを色合いっていう言葉に置き換えてっていうことで、まあ、前回、やってるかもしれませんけども、そのライブガイドになってるんですが、それ以外にですね、ファンクションボタン、いろんな機能がありまして、まあ、露出補正だったり、まあ、水中モード、まあ、バックライトですね、まあ、画質モードをローにしたりとか、まあ、マニュアルフォーカスに瞬時に切り替えたりとかですね、まあ、先ほど出てきたあのホームボタン、AF モードのターゲットのまあホームボタンだったり、こういう、まあ、プレビューボタンだったり、結構ですね、たくさんの機能を割り振ることができます。でオフにしておくと、まあ、ファンクションボタンを押しても、まあ、何も動作しませんよということです。でさっきあったですね、このピーキング機能、さっきはMF アシストの中にありましたけども、このファンクションボタンに割り当てておくと便利ですね。さっきの場合っていうのはマニュアルフォーカスのフォーカスリングを回して、まあ、初めて動くんですが、このファンクションボタンに割り当てておくと、このファンクションボタンを押した瞬間にですね、そのピーキング機能が使えます。その他拡大ボタンですね、これ背面のところに虫眼鏡のマークがついたボタンがありますけども、ちょっとじゃあ映してもらっていいですかね。
こちらですね、この虫眼鏡のボタン見えますかね、はい、これがあの拡大ボタンですね、はい、ですね。でこちらのボタンにも、まあ、いろんな機能が割り振れるということ でちょっとメニューを切り替えていただいて、これもですね同じようにこう、まあ、先ほどとほぼ同じものができるんですが、まあ、ボタンによって、まあ、割り振れる機能が違ったりします、まあ、こちらは、まあ、試し撮りだったりマイセットっていう機能がこう割り振れたりしますよということで、まあ、こちらに載ってる機能、まあ、ブラケットだったりですね、ISO感度だったりホワイトバランスっていうのが割り振れます。例えばこの AE ブラケットなんかっていう、まあ、明るさの段階をですね、まあ、変えて何枚か撮っておくっていう機能、これあのまあメニューからいちいち入るのも大変なんで、よく使う方はまあこういう機能をまあ割り振っておくと、まあ、ワンタッチでですね、まあ、ブラケットになってくれます。今ちょっとブラケットに割り振りしましたけども、これであの拡大ボタンを押しますと、まあ、上一番上の左側ですね、 BKT っていうマークがまあついたり消えたりということで、押すごとにブラケットになったりオフにしたりという瞬時にこのブラケットの切り替えができたりします、はい、まあ、その他このムービーボタンですね、まあ、先ほどちょっと AEL、AFL に割り当てましたけども、まあ、こちらもさまざまな機能が割り振ることができます。あとはですね、これ何かというと、まあ、右側矢印なんですが、これ十字キーのですね、まあ、右側です。これ背面にですね、まあ、OK って書いてあるボタンの上下左右に、今、まあ、右側は稲妻マークの、はい、フラッシュになってますね。初期設定はフラッシュなんですけども、まあ、フラッシュ使わないよっていう方だったり、ちょっと違うものを割り当てたいという時には、こちらに様々な機能を割り当てることができます。ただ実際に何を割り振ったかというのをちょっと覚えておかないとですね、この書いてある表示と異なりますので、まあ、そこは注意ですけども、同じように下ですね、下のボタンも初期設定はセルフタイマーとか連射ボタンなんですけども、これも違うものに変えることができますよということですね、まあ、上と左は基本的に固定なんですけども、右と下はこういう形で初期設定から変えることができます。はい、で次、まあ、これ十字ボタンですね、十字ボタン機能、これ初期設定はダイレクトってなってますけども、ダイレクトって何かというと、まあ、印刷してある内容ですね、まあ、今右側はフラッシュになってましたし、まあ、下側はセルフタイマーとかになってましたけども、はい、で上がまあ露出補正ボタン、左があのオートフォーカスですね、 AF エリアを変更するものなんですが、まあこれを押したときに、まあ、その機能がワンタッチでできますよというのがこのダイレクトです。例えば、この状態で、ちょっとじゃあ画面切り替えていただいて、右ボタンを押したときに、こういうふうにフラッシュの機能が出てきますよね。で、まあ、下を押すと、セルフタイマーだったり、この連射が出てくる。まあ、こういう機能を呼び出すのが、まあ、ダイレクトっていう意味になります。で、それに対して、で何が変えられるかというと、ボタン機能ですね、ダイレクト以外何かがあるかというと、これ鍵括弧に点が3つ、これは AF のエリアを変えるっていうやつですね、まあ、初期設定ですと1回左ボタンを押してからあの十字キーを押すと変わるんですけども、まあ、こちらはですね直接あの十字ボタンを押した瞬間にこの AF エリアがまあ変更できるというところになります。よくオートフォーカスの点を変える方はまあこちらに設定しておくと便利かもしれないですね、はい、ごめんなさい、ボタンダイヤルのところですね。で一番下は何か、これレンズファンクションボタン機能です。これはですね、レンズの方にファンクションボタンがついているレンズがあります。これは1250というですね、OMD ですね、
の標準レンズだったりするんですけども、このボタン、このレンズポイントがちょっとあったりですかね、うん、今ちょっとマニュアルフォーカスにしてるんでオートフォーカスに使います。こうですね。ここにレンズファンクション、レンズのファンクションボタンがあるんですが、このボタンを押したときに、このボタンにいろんな機能を割り振れますよということで、このレンズを使ったときだけの機能なんですけども、同じようにですね、さまざまな機能を割り振ることができます。初期設定は AF 停止っていうオートフォーカスを停止するモードなんですが、レンズの方にもカメラと同じようにですね、ホワイトバランスだったり ISO 感度っていうような形で割り振ることができたりします。レンズの方は便利なのはプレビューボタンだったりとかですね、絞りの確認だったり、マニュアルフォーカスに切り替えるのかっていうのも、レンズ側だったら便利かもしれません。はい、時間がちょっと おっしゃってるのかな。で次、ダイヤル機能っていうのに入っていきます。ダイヤル機能、これはEP5 ですね、親指と人差し指の2ダイヤルになってますけども、それぞれのその2ダイヤル、プログラムオートの時、絞り優先オートの時っていうこのモードの時にですね、何を割り振るかっていう機能です。でまずプログラムオートの時ですね、初期設定は、人差し指側のサブダイヤル、これは露出補正になってます。で手前の親指側のメインの方が、プログラムシフト、絞りとシャッタースピードの組み合わせを、段階的に変えていくということですね。でこれ、初期設定以外にですね、フラッシュ補正にしたりとかですね、あと、露出補正と、プログラムシフトを入れ替えたりという形で、変えていくことができます。両方ともプログラムシフトにしたりとか、両方ともフラッシュ補正にしたり、両方とも露出補正にしたりと、これ十字キーのですね、上下を押すことでこの組み合わせを変えていくことができます。はい、同じように絞り優先オートの時には、絞りと露出補正、これがフラッシュ補正になったり、ということで、絞りと露出補正とフラッシュ補正、この3つをですね、どのダイヤルに組み合わせ、設定するかっていう組み合わせをですね、変えていくことができます。両方とも絞りにすることもできますし、両方とも露出補正にすることもできます。同じように S の場合にはシャッタースピードですね、シャッタースピードと露出補正、さらにフラッシュ補正っていうのが組み合わさって、この3つをですね、この2つのダイヤルにどういうふうに割り振るかっていうのを決めることができます。でマニュアルの時は、絞りとシャッタースピード、この2つの組み合わせをですね、変更するという機能になります。でさらにこのメニューですね、メニューの時にはメニューに入っていくときに、通常十字ボタンをこう使うことが多いと思うんですけども、ダイヤルでですね、縦方向、今ちょっとダイヤルを回してますけども、ダイヤルで縦方向ですね。今、親指のメインの方で上下になってます。で、サブダイヤルの左右の方を回すと、深い階層に入っていくというような形ですね。これがメニューです。逆に人差し指の方で上下にするのかということで、入れ替えが可能になっています。あと再生の時にダイヤルを回すと拡大したりとかですね、あとコマ送りにしたりということで、再生の状態で今初期設定だと親指の方を回すと拡大したり、あとインデックスにしたりと、で人差し指は次の写真にしたり、1個戻ったりということになっているんですが、これを逆にしたりもできますよということですね。再生の状態、例えば再生の状態でダイヤルを回すとこういうふうにですね、ちょっと次の写真になったり戻ったりですね。で親指の方を回すと拡大したりとか、縮小したりと、これを親指人差し指メインとサブを入れ替えることができますということです。でダイヤル機能ですね。続いてはダイヤル方向
これ、まあ、先ほどあのマニュアルフォーカスの時に、まあ、回す方向が変えられますよというのがありますけども、まあ、それと同じようにですね、あの、まあ、メーカーによってこれダイヤルを回した時に手前に引くと大きくなる、まあ、向こうに持っていくとまあ小さくなるという方向なのか、その逆の方がまあ使いやすいのかということで、まあ、慣れている方にまあ変えることができますよということですね。まあ、1番か2番かで向きが変わります。で1個ですね、あの今ブランクちょっと暗くなってて入れないモードダイヤル機能というのがあります。でこれ何かというと、前回の時にこのカメラマークのところで、まあ、リセットマイセットということで、まあ、よく使う機能をこのマイセットにまあ登録できるというのがあったと思います。まあ、今の機能今の状態をちょっと登録しておきます。でこれあのマイセット1番2番3番4番ということで4通り登録できるんですけども、さっきあのファンクションボタンのところにですね、まあ、これを呼び出すっていう機能があるんですけども、ファンクションボタンに割り振ることもできますし、今ちょっと1番登録しましたけども1個登録するとこのモードダイヤル設定っていうところに入れます。でこれは何かというと、まあ、モードダイヤル上にですね PASM とか IO と R と C とありますけども、このダイヤルのところで普段あんまり使わないダイヤルあったりすると思うんですが、そのよく使わないダイヤルに今登録したこのマイセットっていうのを登録することができます。例えば、まあ、カメラに慣れた方でですね、まあ、IOTなんかあんまり使わないよっていう方はこの IOT に割り振るとマイセット1番この上のですね、ちょっと切り替えていただいてモードダイヤルですね、このモードダイヤルを IOT にしたときに今 IOT になってるんですけども、この時に今登録したマイセットですね、マイセット1番が今 IOT の時に設定されるということです。今こちら IOT になってますけども、画面に切り替えていただきますと、ちょっとこっちの画面に切り替えてもらうと表示はどうなっているかというと IOT ではなくて左下見ていただくと P になってますよね。で P のマイセット1番という P の上にマイ1って書いてあります。これさっき登録したあの設定になってますよということで、今まではまあファンクションボタンに登録しておいて呼び出すということだったんですが、このモードダイヤルにまあ割り振ることができるようになってます。これあの PL5 からの機能なんですが、この P5 にもその機能が引き継がれてます。はい、続きましてはレバーですね。これも P5 から新しくついた機能で、レバーがですね、あの背面についてます。これもちょっと映していただいてよろしいですかね。あの背面の、まあ、液晶あのムービーボタンのところに実はレバーがついてまして、近いかな、もっと近いかな、ピンときてますかね。はい、ここにあの1番2番という形でレバーがついてまして、今2番にしました、1番にしましたということで、こうレバーを切り替えることができます。でこれを切り替えたときに、あの初期設定ではですね、あのこのダイヤルの機能、通常は、まあ、さっきあの例えば絞り優先の A にしたときにですね、 A のモードでは、まあ、人差し指側があの露出補正で手前側が絞りっていう設定になってます。でこれをですね、このレバーの設定機能ということで、今モード1になってますけども、これちょっと中入りますとですね、説明は出てるんですが、あのモード1番にしてるときっていうのはさっきのですね、人差し指が露出補正で親指の方が、まあ、絞りという、まあ、設定なんですが、これ2番にカチッと切り替えたときにあのダイヤルの機能がそのまま変わります。でこの説明にあるようにですね、こうですね、2番にすると人差し指の方が ISO 感度の設定になって、で親指の手前の方はですね、ホワイトバランスのモードになるということで、ダイヤルの機能を切り替えることができるんですね。ですので、
まあ、ダイヤルは2つしかないんですけども、このレバーを切り替えることで、まあ、あたかもダイヤルが4つあるようにですね、まあ、使うことができたりします。でこれはモード1番で、モード2にするとどうなるかというと、まあ、1番の時には同じなんですけども、この2番にした時に、まあ、人差し指と親指の機能がまあ入れ替わって、まあ、1番は、人差し指の方がですね、ISO感度だったのが、2番にすると人差し指の方がホワイトバランスになって、で親指の方が、まあ、ISO 感度ということで、 ISO 感度とホワイトバランスが入れ替わります。で3番にしたときはですね、今度はダイヤルの機能はもうさっきの1番固定になるんですけども、今度はムービーボタンですね、ムービーボタンの方が2種類使えるようになります。で1番のときっていうのはカスタマイズした、さっきファンクションボタンとしてですね、このムービーボタン使いますよというお話しましたけども、1番の時にはその設定した機能が使えて、2番にすると動画の撮影ということで、動画ボタンなのかファンクションボタンなのかということで、この1番2番を切り替えると、これがモード3です。でモード4にするとですね、今度はダイヤルとかこのボタン関係なくですね、オートフォーカスの方式を切り替えると。で例えば1番の時にオートフォーカスをシングルにしておいて、まあ、2番の時に、まあ、コンティニアスという、まあ、CF に、まあ、設定した場合っていうのは、まあ、簡単にもう1番2番こう切り替えるだけでフォーカスモードが切り替えます。例えばこの状態でですね、今のレバーのところをちょっとやってみますけど、モード4にしてみますね。モード4にした状態で今レバー1番の方になってますけども、ここでそうですね、1番はシングル AF にしておいて、で2番切り替えます。でこの状態で、まあ、まあ MF でもいいんですけども、まあ、CF にした状態で、今はまあ左上のですね、ごめんなさい、一番左の真ん中あたり見ていただくと CF って出てますよね。でこれレバーを切り替えると CF だったのが瞬時にSF に切り替えます。SF になってますね、はい、こんな感じになります。例えばこれ1番の状態を MF にしてあげるとですね、今度は1番が MF になって2番さっきの CF ってことで、1番2番 AF モードを切り替えることができます。多分よく使うのは、まあ、マニュアルフォーカスかシングル AF かということでしょうね。1番は SF にしておいて、2番は MF にしておくと、瞬時にですね、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えがこうできたりします。はい、これが新しくついたレバーの切り替えになります。続いて、まあ、3番目のですね、このレリーズ連射っていうギアマークの C になります。はい、で最初このレリーズ優先 S ってあります。これはシングル AF ですね、SF にしといた時にピント合わせを優先するのかシャッターを切るのを優先するのかということで、これ初期設定はオフになってるんでピント合わせを優先しています。ですので基本的にはピントが合うまでシャッター切れないというのがこの初期設定です。でこれをオンにするとどうなるかというと、シャッター切れるのを優先するんで一回ピントを合わせて、ピントが合わなくてももうそこでもうシャッターを切るということをします。オフにしておくとピントが合わない限りはシャッターは降りないんですけども、オンにしておくと一回シャッター合わせてダメでもまあシャッターが切れるということですね。で逆に今度はですね、コンティニアス AF、CF なんかっていうのは動いてるものをこう撮るんで、例えば運動会で子供が走ってるところを撮るっていう時に、まあ、ピントが合わなくてもやっぱり子供の、ね、姿は記録しておきたいんで、多少、まあ、ピントがずれちゃってもですね、ピシッと合ってなくても、
やっぱり子どもの姿を残しておきたいという時にはもうピントよりもとりあえずもうシャッター切ることを優先するということが多いと思うので、まあ、CAF の時には、まあ、こちらのレディー優先というのはオンになっています。初期設定でオンになっています。これもですね、オフにすることもできますので、もうとにかくピントがあった写真しかいらないよというときには、まあ、オフにしておいてもいいかもしれないですね。はい、で次、連写モードの設定です。で連写の L と H ってあります。で、まあ、L のときっていうのは、5コマ以下でですね、こう数字を設定することができます。まあ、ローっていう意味ですね。まあ、スピードはまあ遅い連写っていうことになりますけども、まあ、5コマ。でそれ以上まあ設定した場合は、まあ、ハイの方でですね、まあ、9から5コマの間でまあ設定していただく。まあ、最高は1秒間にまあ9コマというのがまあ一番最高です。で、L と H のこの使い分けなんですけども、これ動いているものをですね、追っかけながら撮る CAF を使うときに変わってきます。で、CAF にしてもですね、連写がエッジになっていると、これスピード優先になりますので、ピント合わせよりもですね、スピードを優先するんで、例えば、そうですね、この状態、ちょっと画面を切り替えて、連写モードですね。ハイスピードにしておきます。で、オートフォーカスのモードは CF っていうのにした場合ですね、どうなるかというと、本当だったら CF の場合っていうのは一枚一枚ピント合わせながら撮るんですけども、連写モードがエッジになっているとどうなるかというと、ピントよりもこのスピードを優先するんですね。秒間9コマっていう方を優先します。ですので、一枚一枚もピントを合わせないですね。最初にピントを合わせたところで、あとはもう、ずっと切っていくという形になります。ですので一枚一枚ピントを合わせながら撮りたいときっていうのは CF にするだけではなくてこの連写の方を L にする必要があるんですね。で L にしてあげると一枚一枚こうスピードはこう落ちますけども連写のスピードよりはピント合わせを優先させるということです。ですので、ちょっと最高でも 5枚っていうのは最高なんですけども、こちらですね使い分けをしていただく必要があります。でその下この連写プラス手ブレ補正オフっていうのは連動しますかということで、これ初期設定はオンになっております。でオフにするとですね若干ちょっと連写のスピードがこう上がったりするみたいなんですけども手ブレ補正と連写を連動するかしないかという設定ができます。あとその下、半押し中手ブレ補正というのがあります。これは半押しした瞬間にですね手ブレ補正が効くか効かないかということで OMD の場合はですねこれはオフになってたんで効かせる場合にはオンにする必要があったんですが今回 P5 からは初期設定がオンになってます。ですので半押し、今こうちょっと揺らしますけども、半押しをするとですね、ピタッとこう、今カメラは揺れてるんですが、画面は結構止まってますよね。ですので、フレーミングしやすくなってます。これはもう初期設定のまま使っていただくことはおすすめです。オフにする理由っていうのはですね、やっぱりこの電池の持ちを優先させたいときにはですね、オフにするっていうのもあるんですが、通常はオンにしておいた方が使いやすいかなと思います。で次、レンズ手ブレ補正優先っていうのがつきました。これも PL5 からついてるんですがレンズ側にですね、手ブレ補正がついてるレンズを使うときに、通常はですねボディ側の手ブレ補正が優先されるんですがレンズ側の手ブレ補正を優先して使いたいというときにはこちらをオンにしていただくことで、そういうことが可能になります。で次2ページ目に行くんですがレリーズタイムラグの標準高速これが新しくついた機能になります。これ P5 からの機能で何かというとですね半押しの状態からシャッターが切れるまでの
まあ、このレリースタイムラグをですね短縮するっていうモードになってます。でちょっとこれそうですね、フォーカスモードをシングルにちょっとまた戻しますけども、高速にしておくとですね、半押しからシャッター全押しした瞬間により早くですねシャッターが切れるということで、これはまあ一番分かりやすいのはこう半押しから全押し、全押しした後にまた半押しまで戻してということで、こういう取り方をしたときに結構ですね指にの動きにしっかりついてきてくれるんで、高速でこう連射で取るような時なんかっていうのはオンにしておくと非常に便利かもしれないですね。ただこれ、標準よりもショートにした場合っていうのは若干やっぱりこれ電池の消費っていうのは大きくなるんで、初期設定は標準になってます。はい、で続いて D ですね、表示音接続っていうところに入ります。でこちら入っていきますと、まず最初 HDMI、 これハイビジョンですね。でハイビジョンにこうつないだとき、ケーブルを使って、ハイビジョンテレビにつないだときの出力ですね、フルハイビジョンを優先させるのか、通常のハイビジョンなのか、ハイビジョンに対応してない、昔の、地上波のテレビなのかということで、変更することができます。あと HDMI コントロール、これは何かというと、ハイビジョンのテレビのリモコンでですね、ある程度ちょっとこの写真をカメラ側の写真を送ったりっていうことができるんですけども、その機能を使うか使わないかということでオンにしとけば使える場合があります。これちょっと対応の、テレビによって使える使えないというのもあるらしいんですけども、そういう機能もついています。あとビデオ出力ですね、これはこれNTSC パルっていう、地上波の時のこの出力の形式なんですけども、日本の場合は NTSC なんで、このまんまでいいと思います。で続いてカメラコントロール表示ですね、これは結構、使いこなすと便利なんですけども、IO との時にインフォボタンを押すとですね、こう表示が切り替わるんですが、初期設定はですね、ライブガイドしか出てこないようになってます。で、これ、ライブコントロールとかですね、スーパーコンパニーをオンにするとどうなるかっていうことなんですが、ちょっとこの IO にしてみましょうかね。で、さっきこれを、そうか、変えちゃったんだな。モード、ダイヤル機能をちょっと変えちゃいましたんで、オフに戻しましょう。はい、アイオートにしました。で、通常アイオートの時に OK ボタンを押すとライブガイドというのが右側に出てきましてですね、分かりやすい言葉でこう設定を変えることができるという機能なんですが、これが出てる時にですね、さっきメニューでライブコントロールとスーパーコンパネをオンにしましたので、この状態でインフォボタンを押しますと一回押すとですね、このライブコントロールに切り替わります。もう一回押すとスーパーコンパネという形ですね、こういうふうに変えることができます。インフォボタンを押すことでこういう表示を出せるように変更をすることができますよということですね。同じように IO と以外のですね、 PASM だったり、PASM の場合は標準でライブコントロールなんですけども、スーパーコンパネが使いたい方はこちらをオンにしておくと、はい、OK ボタンですね。例えばこの P とか A の時でも OK ボタンを押すと、通常はこのライブコントロールしか初期設定では使えないのが、インフォボタンを押すことでこのスーパーコンパネを出すことができます。で、おすすめなのはですね、アートフィルターなんかでこれをオンにしておくと非常に便利です。アートですね。初期設定はこのアートメニューしかオンになってないんですが、例えばこのライブコントロールをオンにしておくだけで、ダイヤルをちょっとアートにしてみますけども、初期設定だと OK ボタンでこの
アートフィルターの選択しかできないですね。で、まあ、これはこれであの詳細設定っていうのがこうできるんで、まあ、この画面は必要なんですけども、例えばちょっとポップアートにソフトフォーカスってしてみます。今ポップアートにソフトフォーカスにこうなってるんですが、でこの状態ですね。で例えばもう一回 OK ボタンを押してこの画面になってる状態で、さっきあのライブコントロールをオンにしましたんで、ここでまたインフォボタンを押しますとライブコントロールが使えるんですね。アートフィルターでありながらこのライブコントロールが使える。何がいいかというと、例えばホワイトバランスなんかをちょっと変えてみることもできたりします。アートフィルタープラスホワイトバランスを変えたりとかですね、アートフィルターを使いながらこのアスペクト比、縦横比を変えたりっていう組み合わせがこうできるようになるんですね。あとこのアートっていうのもですね、ここで選び直すことができるんで、今のこの撮影画面を見ながらアートフィルターを変更したい場合なんかっていうのはこの状態にしていただくと非常にイメージしやすいですよね。まあ、ですので、まあ、アートフィルターをよく使われる方はこのギアマークの D のですね、カメラコントロール表示アートっていうところでライブコントロールとか、まあ、スーパーコンパイ設定しておいていただくと、まあ、いろんなバリエーションがですね、まあ、できるんじゃないかなと思います。同じように、まあ、シーンでも使いたい場合は、まあ、こちら設定できますよとですね。はい、続いて今度はインフォ表示の設定です。でこちら入っていきますと、再生の時にインフォボタンを押すとどうなるか、で真ん中はですねライブビューの時に、まあ、インフォボタンを押すとどうなるかということでちょっとやってみます。再生の時にですねインフォボタンを押していきますと、初期設定では表示オフと、まあ、総合表示、この2つがオンになっています。ちょっと再生にしてみますけども、再生の状態でインフォを押しますと、今最初の状態はですねこの日付だったり、まあ、何枚目という、まあ、枚数が表示されています。でインフォボタンを押すと、まあ、詳細設定ですね、詳細表示になります。さらにインフォを押すと、まあ、文字情報がなくなって、まあ、画面の隅々までよく、まあ、見れると、この3つが切り替えになるんですが、それ以外にですねこの表示用と接続の中のインフォ表示を設定しますと、例えばこのヒストグラム表示オンにします。ハイライトシャドウをオンにします。あとライトボックスなんかっていうのもありますので、まあ、この辺を使うとですね、はい、再生の状態でインフォを押しますと、さっきオンにした機能がいろいろ表示されるんですね、まあ、ヒストグラム、画面の明るさ、写真の明るさの輝度分布ですね、明るさをグラフ化したもの、あとこれハイライトシャドウっていうところで、まあ、白飛びしちゃってるところ、ちょっと真ん中やや左のところ赤く点滅してますけども、あそこちょっと白飛びしてますよ。逆に暗すぎてですね、黒つぶれしてるところは青く点滅してくれます。まあ、そういう、まあ、お知らせをしてくれたりですね。あとライトボックス、これちょっとね慣れるまで難しいかもしれないんですが、例えば、まあ、マクロ撮影なんかでこうお花を、ね、近接で撮っているときに、まあ、めしべにこうピントがちゃんと合ってるか合ってないか、まあ、何枚もこう、ね、撮ることはあると思うんですけども、どれが一番ピントが来てるかななんかっていうのを見るときに2枚の写真を比べながら見ることができます。で今一番左側に対して右側にですね違う写真をこう持ってきまして、まあ、1枚ちょっと150枚目と今149枚目が並んでます。でこの2枚どっちがピントが合ってるか、まあ、ちょっとこの写真だとあまり分かりづらいんですけども、この状態で虫眼鏡の拡大ボタンを押しますと、拡大この矢印が出てきましたよね。もう一回拡大ボタンを押しますと両方ともですね矢印がつきました。この状態でメインダイヤルですね、コントロールダイヤルの親指側をですね虫眼鏡方向に回しますと拡大してくれます。で、まあ、お花だったりこうめしべがこう来るわけなんですが、これ十字ボタンで上下左右動かせますので、
見たいところに持ってって、どっちがまあいいかなっていうところで選ぶことができるんですね。はい、でいい方だけを残して、まあ、ちょっとピントがボケちゃってる、ずれちゃってるっていうものはまあ消していったりということで、まあ、パソコンでももちろんできるんですけども、まあ、撮ったその場でですね、そういう選択作業が必要な場合にまあ便利だったりします。はい、というところで結構ですね、カメラの中でいろいろこうできるんですね。でインフォ表示、今度はライブインフォの方に参りますけども、ライブビューでこう使っているときに、まあ、初期設定だとこのようにですね、あのヒストグラム表示だったり表示オフ、まあ、水準器というのが選べます。その他に、まあ、ハイライトシャドウというのもですね選べます。でこれもですね、あのインフォボタンを押すごとにこう変わっていくわけですね。でハイライトシャドウ、さっきあの白飛びしちゃってるところは赤くで、黒つぶしてるところはまあ青くっていうところなんですが、撮る前にですね、まあ、それがまあ表示できたりもします。はい、で今ちょっとダイヤルがアートだったんでメニューはちょっと選択できなかったんですが、まあ、PASM にしておいていただいて、まあ、今のライブインフォをしていただくと選べますので、まあ、これですね、まあ、オンにしてみます。でこれでインフォボタンでですね、ハイライトシャドウをちょっとしてみましょうかね。例えば今こうなってるの、水準器こうですね、これ今ライトのところがちょっと赤くなってますけども、白飛びしちゃってますよ。逆にこんな感じですね、まあ、露出補正でこうマイナスしていくと分かるかな、こう黒く潰れちゃってるところは青く表示されます。こんな感じで白飛び黒潰れっていうのがどこがなってるかっていうのが一目で分かるっていうのがこの機能ですね。では続いて、違う、今度はインデックス表示ですね。インデックス表示、まあ、初期設定だとインデックスは25枚とカレンダーだけなんですけども、これちょっとインデックス再生の状態でこう初期設定だとダイヤルをインデックス側にすると25枚いきなりこうね、ちっちゃくたくさん入ってきて、もう一回回すとカレンダーというところなんですが、もうちょっと大きく見たいなという時にこのメニューで分割数を設定することができます。いきなり25分割ではなくて、例えばちょっと4分割とかこうね、オンにすると、まあ、その表示がこうできますので、ちょっと今全部オンにした状態にしてみます。これで再生してですね、左側にダイヤルを、親指のダイヤルを回すと4分割、まあ、9分割で、これもともとあった25分割ですね。でさらに100分割ということで、まあ、一覧で見れますので、まあ、こういう再生の時の、まあ、設定がここでできますよとですね。では次、罫線表示ですね。表示罫線選択っていうのがありまして、初期設定オフになってますけども、例えば撮る前にですね、水平がちゃんと出てるかとか見たいときには、方眼だったり黄金分割、まあ、構図的にですね、ポイントをどこに置きたいというときに、そういう線がですね画面上に出ます。今メモリにしましたけども、中心にですね、まあ、縦と横メモリがついた形で、まあ、こんなのをですね、まあ、水平線の基準にしたりとかですねもできますし、方眼なんかにするとですね、よくまあファインダーなんかでも方眼表示ってあります、方眼マットってありますけども、まあ、そういうふうに、まあ、ちょっと撮影のアシストをしてくれる罫線を選ぶことができます。
まあ、黄金分割対角線動画形線というのがあります。で次ですね、ピクチャーモード表示というのがあります。これはピクチャーモード、あのピクチャーモードっていうのはこのどうしようかな、ライブコントロールでいきましょうかね。ライブコントロールの状態でこの筆マークですね、仕上がりモード、まあ、ピクチャーモードっていうのがありますけども、まあ、あまり使わないものはここに、まあ、表示しないようにすることができますよっていうのが今のメニューの設定です。ピクチャーモードですね。例えば、まあ、アイフィニッシュ使うんだけど、まあ、モノトーンとか使わないな、カスタムもまあ別にいいな、あとアートフィルターもですね、まあ、普段全然使わないようなもの、ライトトーン、まあ、これまあ人によっていろいろ違うと思うんですけど、ここにオフにするとこの状態で戻りますとですね、この選択の状態でですね、表示されなくなります。さっき の, あのカスタムとか、まあ、モノクロなくなりましたよね。でアートフィルターも今4番がこう飛んでます。ライトトーンがちょっと飛んだりとか、トイフォトが飛んだりということで、まあ、ここで使わないものはもういちいち表示しないようにということができますよということですね。はい、であとヒストグラム警告設定、これはまあ先ほどまあ白飛びとか黒つぶれっていうことがありましたけども、まあ、そのどの状態になったらまあ警告の表示をしますかということで、今これが0から255っていうことで256段階にですね、明るさの段階を切ってて、まあ、一番端っこにこう合わせてるわけなんですけども、ちょっとやっぱり安全を見たいなっていう方はこれを少し、内側にですね、まあ、設定しておくことで、まあ、多少ですね早めに警告してくる、ちょっと危ないなっていう、明るすぎるかなっていうところでですね、白飛びギリギリではなくてですね、ちょっと暗いところで警告が出るように、まあ、設定することができますよということで、この数字、まあ、最大が255なんですけども、それよりも多少ちっちゃくしておくと、まあ、白飛びギリギリじゃなくてですね、少し安全を見て設定することができるということです。で2ページ目ですね、モードガイド表示っていうのがあります。これは何かというと、ダイヤルを切り替えたときに、例えばこう今 P にするとこの P って出ますよね。で A にすると A って出ます。これまあありがたい方もいるし、ちょっと邪魔くさいなっていう方もいらっしゃるんで、これ邪魔くさいなと感じたらこれ出ないようにもできるというのが今のメニューです。でモード表ガイド表示をオフにすると、ダイヤルをですね P から A にしてもですね、いちいち出ないで、まあ、左下の表示だけはこう変わるということで、まあ、邪魔くさい方はオフにしておくこともできます。次 LV ブースト、これ何かというとライブビューの、まあ、ブースト機能ということで、暗いところで撮るときですね、かなり暗いとやっぱりこう画面結構明るく見せてはくれるんですが、光がないとどうしても暗くなりますよね。でそんな時に中でこの増幅、光を増幅してより明るく見せてくれるっていう機能です。まあ、夜景だったりとかですね、まあ、そういう時にちょっと暗くて、まあ、ライトはこうね点で見えてるんですけども、風景はちょっとよく見えないなっていう時にブースト機能をオンにすると明るく見せてくれます。まあ、ただ注意点としてはですね、オフにしておくと、標準の露出ですね、カメラが考える、まあ、標準露出の状態にこうしてくれるんですけども、オンにしておくとその明るく見せることを優先するんで、まあ、より明るくこう表示されるんですね、まあ、そこだけ注意が必要です。オンにしておくと適正露出、まあ、カメラが考える適正露出で表示されるのではなくて、より明るく明るくというふうになるんで、そこだけ注意が必要ですね。まあ、通常はまあオフでいいかと思います。
どうしても暗くて画面に何にも映らないとかですね、そういう時にオンにしてあげると多少映ったりします。まあ、あとフレームレートですね。フレームレートは一回ちょっとリセットして、フレームレート行き過ぎた、フレームレート標準化高速化ということで、これどうしても液晶というのはですね、人間の目で見てるよりも、レンズから入ってきた情報をこのイメージセンサーで捉えて、その情報を処理してこの液晶に映してるんで多少タイムラグがあるんですね。で、標準にしておくと、見てるよりも若干、微妙なんですけども、遅れて映ったりとか、残像が残ったりっていうのがあるんですけども、これを高速にすることで、読み出しを速くするっていう機能がついてます。倍速にすることで、滑らかな動きになったりとかですね、そのタイムラグっていうのをより小さくしたりっていうのがあるんですが、若干ですね、高速にするとですね、そういう、早く見れて、滑らかに動きがなるというメリットもあるんですけども、若干画像が荒れたりするんでですね、初期設定は標準になってるんですけども、滑らかさだったりとか、速度を優先する場合は高速にも切り替えることができますよということですね。はい、であと次はアート LB、 アートライブビューモードで1番と2番があります。で、初期設定の1番というのはアートフィルターの効果ですね。アートフィルターの効果をしっかり見せようとするとやっぱりこう負荷がかかるんで、若干画像の動きがぎこちなくなる場合があるんですけども、やっぱりどういう効果がかかっているのかっていうのを優先したい場合は1番になります。で、2番の場合はですね、アートフィルターのこの効き具合というのはもう大体自分で分かっているという方は、こちらを効果の表示っていうのはもう軽減してですね、被写体の速度表示っていうのを優先するっていうのはこちらの2番になってます。これは選べますよということですね。初期設定は1番です。で、次フリッカー低減、これは何かというと、蛍光灯って結構ねチカチカしてですね、蛍光灯の下で撮ると、撮ろうとすると写真はちゃんと撮れるんですけども、液晶の表示がこうちらつくっていう場合があるんですね。で、そういう時にはこれ西日本と東日本とでこの 60Hz と 50Hz の違いがあるんで、若干違うんですけども、オートにしとけばですね、いいんですが、どうしてもオートでもちょっと拾っちゃう場合があるんですね。で、画面がなんかちらつくなっている時にはそれぞれの地域に合わせたこの数字を選んでいただくと、もうピタッとですね、ほぼちらつきはなくなりますので、どうしても気になる方はこちらを選んでおくといいかもしれないです。はい、で、次はですね、ライブビューの拡大モードになります。で、これ何かというと、撮影するときにですね、この拡大モードっていうのがあります。さっきMF アシストっていうところでマニュアルフォーカスを回すと拡大しますよっていうのがありましたけども、それではなくて拡大ボタンを押すとですね、このように今画面緑の枠が出ました。で、もう一回押しますとそこがこう拡大されるんですけども、こういう形で拡大してピントを合わせるということができます。で、そうですね、ピントを合わせるんで AF と MF モードにしましょうかね。で、この状態でピントを合わせます。で、こうマニュアルフォーカスでピントを合わせて、で、撮るということもできますし、もちろんオートフォーカスでですね、こうシャッター半押しでこう合わせることもできます。で、この時に半押しした時の動きがですね、1番と2番ではちょっと違うんですけども、今初期設定の2番だと拡大したまんまピントを合わせるところまでこう見せてくれるんですね。で、それに対してモード1の方はどうかというと、はい、
まあ、こちら書いてあるようにですね、半押しした瞬間に構図の確認という形になります。どういうことかというと、こう拡大します。半押し、今オートフォーカスのモードなんで半押しするとピント合わせをするんですけども、半押しした瞬間にこう全体表示に戻るんですね。でシャッターを切るという形です。まあ、これどっちが便利なのかっていうことなんですが、もうマニュアルフォーカスだけで合わせるっていう方は多分モード1の方が便利なんですよね。半押しでピントを合わせないんで、構図の確認したいなっていう時に瞬時に半押しすればピントが合うんですね。マニュアルフォーカスで合わせる方は、多分こうマニュアルフォーカスで合わせておいて、で構図の確認の方が便利だと思います。ただオートフォーカスでこう拡大して合わせたいという方はモード1じゃなくて、ごめんなさい、モード2の方ですね、初期設定の方が便利ということですね。これ実は、OMD の時にはこのモード1が初期設定だったんですが、この P5 からですね、モード2の方が初期設定に変わってます。多分オートフォーカスで使う方が多いんでしょうね。次、ピーキング機能、ピーキング表示ですね。で先ほどピーキング機能ということで、ファンクションボタンにも割り当てられますし、 MF アシストのところですね、オンオフが切り替えられました。でこれを使うときに、さっきは白く表示されてましたけども、色をですね、黒にもできますよということなんですね。例えば白いものを取るときに、ピーキングは白だとちょっと見づらいんで、例えばこういう白い花を取るときもですね、ファンクション機能、例えばちょっと今ファンクションにですね割り当ててみます。ボタン機能ですね、ファンクションにピーキングをちょっと割り当ててみますけど、でこの状態でピーキングにしました。黒くなってるかな、なってますかね。こう、わかりますかね、黒で表示されてますよね。ちょっと離れた方がいいな。マイクも入れてみますか。こんな感じで、さっきは白く表示されてたのが、黒く表示される、白か黒かを選べますよということですね。撮る被写体によって、見やすい方にしていただくといいと思います。あれどこまで行ったっけ、ここは、はい、あとバックライトの表、時間、これは液晶のですね、バックライトをずっと明るくしてるっていうのはホールドです。でこれやっぱり電池の消耗を防ぐために、使ってない時にはちょっと落とすっていうのがあって、8秒でちょっと暗めになるとかですね、30秒とか1分とかっていう形で設定ができます。初期設定はホールドになってますね。ホールドっていうのはずっと明るい状態です。であとスリープ時間、何にも触ってない時にですね、お休みモードになるのが1分、これは初期設定です。オフも設定できますし、3分5分という形で選ぶことができます。あとずっと触ってないですね、電源入れっぱなしでちょっとカバンにしまっちゃったなという時に、自動的に電源が切れるっていうのも設定できるようになってまして、初期設定は4時間になってるんですが、忘れっぽい方は5分とかですね、30分とか設定することもできます。はい、あと電子音ですね、半押ししたときにピントが合うとピピッて音をしますけども、その音を消したい方はオフにしておくと音が鳴らずに済みますよとですね。あと USB 接続モード、これオートなんですが、例えばこう USB ケーブルを使ってパソコンに取り込むというときに、オートにしておくとですね、繋いだ瞬間に選ぶ形になりますけども、これストレージとかにしておくとも
いちいち選ばなくてもまあストレージになったり、あとまあプリントでしか使わない方はまあプリントっていうのを選ぶことができます。はい、続いて、E のですね、露出速攻 ISO ですね。はい、まず最初は露出ステップ、これ3分の 1EV、 例えばこれ露出補正をするときに、まあ、0.3、0.71、 ダイヤル1個を回すと、まあ、3分の1ずつ刻みでですね、まあ、変わったりとか、あとまあ絞りなんかも1段ではなくて、まあ、3分の1絞りずつ変わったりとか、シャッタースピードも、まあ、3分の1ずつということで、刻みをですね、まあ、3分の1にするのか、まあ、あとはまあ2分の1、これ2分の1にすると 0.5 ずつですね、露出補正 0.5、1、1.5 だったりとか、まあ、絞りも半絞りずつだったりとかですね、あとまあ 1EV にするともう1段ずつ変わっていくということで、まあ、これで露出補正、例えば 1EV にしてですね、露出補正をすると、これでいきなり1ずつ変わっていくということですね、段階が変わってきます。で絞りなんかでもですね、絞り優先の時にダイヤルを回すと、こうか、 1絞りずつ変わっていくということで、まあ普通の標準が一番使いやすいですかね、 0.3 刻み。3分の1で、次、まあ、長時間ノイズ低減ということで、これはまあ、夜景とかですね、ちょっと長い間シャッターを開けとく、まあ、長時間露光になるとどうしてもノイズっていうのは出てきます。でノイズを低減するためには同じ秒数を開けとくっていうことがあるんですけども、これオートにしておくとですね、まあ、ある一定以上開けると、まあ、ノイズリダクションというのは働くんですけども、そのノイズリアクションが自動的に、まあ、働いてくれる、まあ、短いシャッタースピードの時には働かないで、まあ、長いシャッタースピードになった時に自動的に働いてくれるというのがオートです、まあ、こちらがおすすめですね。あともうノイズリアクションをしないよという場合にはもうオフにもできますし、まあ、常に、まあ、ノイズリアクションしたいという時にはオンにしておくこともできます。まあ、推奨はやっぱりオートが一番使いやすいかと思います。あとこちらはですね、高感度のノイズですね、ちょっとシャッタースピードの長秒時のノイズとはまた違うんですけども、感度を上げると、まあ、ノイズが出てきます。で高感度の時に、まあ、ノイズを減らしたければ、まあ、強にしておくと、まあ、ノイズっていうのはまあ少なくなっていく。ただしちょっとですね、やっぱりノイズを少なくなる分、まあ、シャープさっていうのはちょっと失われるっていうところがあるんで、まあ、その辺、まあ、加減をですね、弱にしたり、まあ、標準にしたり、まあ、オフにすることもできたりします。まあ、推奨はまあ標準でいいかと思います。あと ISO 感度、こちらはまあコントロールダイヤルとかですね、まあ、スーパーコンパでもできるんですけども、まあ、このメニュー画面からも感度の設定を変えることができますよということですね。はい、で ISO 感度のステップも、まあ、さっきの露出ステップと同じようにですね、刻みをどうするのか、3分の1ずつにするのか、まあ、1段ずつにするのかということです。あと ISO 感度オートですね、初期設定だと ISO 感度オートになってるんですけども、初期設定オートの場合っていうのは、まあ、カメラが必要だと思ったら感度を上げてくれますし、まあ、画質、まあ、明るい光が十分あるところでは、まあ、感度を低く設定してくれるんですけども、その範囲をですね、初期設定だと、まあ、200から1600の間なんですが、もうちょっと高いところまでこう自動的に上がってほしいという時には上限値を変えることもできます。で同様に加減もですね、こう変えることができますので、何かその設定を変えたいという時にはこちらで変えることができます。初期設定は1600の200になっています。あと ISO 感度オートを有効にするとき、まあ、これ初期設定は PASM で、まあ、マニュアルモードの時にはもう ISO 感度オートではなくなるんですけども、有効ではなくなるんですが、まあ、全てのモード、まあ、マニュアルも含めて ISO 感度をオートにしたいという時には、まあ、こちらですね、オールに選ぶこともできます。で速攻ですね、速攻、これ画面全体をですね、評価速攻という形にするときにはこちらのマークですね。
これはまあ ESP 速攻というふうに呼んでます。でその下こちらのマークはまあ中央充填ということで、まあ、中央部を充填できるですね、まあ、速攻するんで、まあ、画面の端っこの方はあんまりですね、まあ、測らないというモードになります。でスポット速攻、こちらは画面の中心部だけをですね、まあ、測るということで、今スポットにしますとこんな感じですね。あの真ん中に丸い線が見えると思うんですけど、この丸の中だけの明るさは分かりますよということで、向ける方向によってかなり明るさ変わってきますよね。黒いものに向けると黒いものが 18% のグレー、中間の明るさになるように測るんで、それよりも明るいものはもっと明るくなっちゃいますし、例えば白いものに向けると白い明るいところが 18% グレーになるように測るんで、周りがぐっと暗くなったりということで、測る範囲がぐっと狭くなります。でさらにですね、今スポットの場合その真ん中のところが 18% ぐらいになるようになるんですが、このハイってですね、ハイライトにするとどうなるかというと、この真ん中の部分が一番明るくなるように設定してくれます。ですので白いものを白く撮りたいというときに、まあ、一番明るいところにこう合わせるとですね、その明るい部分に、まあ、露出が合う感じですね。白いものを白く撮りたいときに使うモードで、逆に黒いものを黒く撮りたいというときに、真ん中に黒いものを持ってくるとですね、黒いものこれこの OMD のレンズにしましょうかね、持ってくるとちょうどいい露出を取れますよね。ただちょっと極端なんで、黒くないところに向けるとこう真っ黒な写真になっちゃったりっていうことがあるんで、これはちょっと上級者向けのモードですね。はい、まあ、ここはちょっとおすすめはこの ESP ですかね。はい、で今度は AEL 速攻モードっていうのがあって、 AE ロック、まあ、先ほどファンクションボタンを AE ロックに割り当てることができますよという話をしましたけども、この AE ロックを押したときに、ちょっと待って、またちょっとムービーボタンを AE ロックに割り当てますけども、ボタンダイヤルか、ファンクション、そうですね、ムービーボタンを AE ロックですね。これ、AE ロック、これですね。はい。これに割り当てました。で、その時にこのムービーボタン、割り当てたムービーボタンを押しますと、絞りとシャッタースピードはここで、まあ、固定されるんですね。でこの時に A ロックをする時の速攻モードをどうするかっていうのが、まあ、ここなんですが、オートにしておくと こちらの速攻モードに連動します。例えばこちらをスポットにしてた場合っていうのは A ロックした時もスポットになりますよっていうことですね。ですのでこの状態で AE ロックをすると、まあ、スポットで AE ロックされます。でそれに対して AE ロックと半押しでの AE ロック変えたい場合はですね、速攻モードと AE ロックの時の速攻モードを変えたい場合は、まあ、ここで選ぶことができます。 AE ロックする時にはまあ違うモードでしたいというときには、この中から選ぶことができますよということですね。はい、ちょっと複雑になってきますけどね。で次、まあ、バルブとタイムのリミッター、まあ、これ初期設定8分になってるんですが、バルブ撮影、例えばそうですね、
まあ、夜景だったり、まあ、星の撮影だったりするときに、まあ、8分にはちょっと短いというときにですね、これ最長30分までこうできますので、まあ、30分間シャッター開けっぱなしっていうこともできます。でリミッターをかけておくと、その時間が来ると自動的にもうシャッター閉じてくれますので、まあ、タイマー的な使い方もできますよね。20分、最長30分です。まあ、短い方は1分ですね。1分になったらもうシャッター閉じてくる。まあ、これ1分だとですね、あのマニュアルエブのモードで、まあ、60秒って設定すればいいんですけども、まあ、それ以上ちょっと長く2分なんかにしたい場合っていうのはこのリミッターなんかを使うと便利だったりします。2分で止まってくる、はい、でその下、バルブタイム標準設定ということで、これは何かというと、あの液晶の明るさですね。これ非常に私なんか便利だなと思ったんですけど、あの例えば星の撮影なんかするときって結構真っ暗なところでやってるんですよね。で真っ暗なところで液晶を見てると、かなりあの通常撮った写真よりもかなり液晶って明るく見えちゃいます。ですのでその液晶の明るさを頼りにあの秒数とか決めてるとですね、撮った写真って結構真っ暗な写真になっちゃうんですね。液晶上では明るく見えてるんだけども、実際撮った写真は暗かったりするんですね。でそんな時にあの通常は自分でこれまでのカメラだとあの手動であのこちらにあるですねスパナマークからモニターの設定っていうのをですね、今ちょっとブラックアウトしちゃってますけども、一番暗く自分でしてたんですけども、まあこれ親切にですね、今回はバルブとかタイムっていう、まあ、長時間録音を前提としたモードにした時にはあの液晶を一番暗くしてくれるっていうモードになってます。でこれはまあ自分でこう変えることができるんで、まあ、液晶は明るい方がいいっていうことは明るくもできますけども、まあ、推奨はこの、ね、初期設定のマイナスなら一番暗くしておいた方がいいですね。それでもやっぱりかなり真っ暗な、本当に真っ暗なところで撮るとあの液晶の方が明るく見えたりするんで、まあ、その辺、まあ、非常に親切な機能がついてます。あとライブバルブ設定、ライブタイム設定、初期設定だとまあこういう形で、ライブタイムの方はまあオンになってて、ライブバルブっていうのはオフになってます。これ例えばそうですね、まあ、マニュアルモードなんかでシャッタースピードをずっと遅くしていくんですね。遅くしていきますと最長まあ60秒なんですが、その次にですねバルブとタイムっていうのが出てきます。でこれ1個回すとバルブですね。でこの時にバルブの状態はライブってついてない状態です。でもう1個回すとタイムになるんですけど、あ、ごめんなさい、もう1個回すとタイムになるんですけども、タイム、あれ、そうですね、タイムの方は初期設定ライブタイムっていうのになってます。でライブがつくとどうなるかというと、このシャッター開けっぱなしの状態でこう今どのぐらい光が入ってるよっていうのをこう見せてくれるんですね。今かなり真っ白になっちゃってますけど、明るくなりすぎましたね。もっと絞んなきゃいけないんですけど、うん、今までのバルブとかタイムっていうのは撮ってみないと、まあ、どのぐらい光が入ってるかって分かんなかったのが、まあこれ OMD からついた機能なんですけども、ちょっと絞るもっと絞ってみますかね。もう一回ちょっとやってみます。ライブタイムの状態で明るさが見えるんで、あ、このぐらいがいいなっていうところでシャッターをもう一回押すと閉じます。ですので本当にまあ暗い、まあ、そうですね、月明かりなんかでこう風景を撮ったりする時なんかっていうのは、今まではですね、その経験と感というのはものを言ってたんですけども、このライブ機能を使うことで、あの画面を見てですね、あ、このぐらいの明るさで止めようっていうところで止めることができるようになってます。で、バルブとタイムの違いは、バルブの時っていうのはシャッターを押しっぱなしにして離すとシャッターが閉じる。で、ライブ、ごめんなさい、タイムの場合っていうのは一回シャッターを押すとシャッターが開いて、で、あとはもう
もう一回押すとですね閉じるということで、シャッター押しっぱなしにしなくてもいいのがタイムの方ですね。で初期設定ではタイムの方がライブになってて、バルブの方はライブになってないんですが、メニューからバルブの方をまあ、ライブで使いたいという方はこちらで設定していただくと、ライブバルブですね、初期設定オフなのを 0.5 秒間隔で明るさを確認するのか、まあ、1秒なのか、まあ、その場の明るさで変わってくるんですけど、最長60秒ごとに1分ごとに見せてくれたりということができます。でこれ設定している感度によって何回見せてくれるかというのは変わってくるんですけども、一番低いローでですね24回見せてくれますので、この状態ですと60秒で24回だと24分間ですね、最長でチェックしながら明るさが見れますよということですね。同じようにタイムの方も、タイムの方、オフにもできますし、こういうふうに秒数設定もできるようになっています。で続いて低振動モードですね。これは三脚を使って撮影するときにシャッターをこう押したときの振動って結構ですね、ブレにつながることがあるんで、セルフタイマーでもいいんですけども、低振動モードの場合っていうのはかなり細かく設定できるんですね。8分の1秒後にスタートしたりとかですね、シャッターを押して何秒後にシャッターが開くかっていうのを設定することができます。だいたい2秒で普通はいいと思うんですけども、2秒に設定した時っていうのは、今2秒になってるかな、ちょっと設定できてませんでしたね。低振動モードオフになってます。2秒で1回 OK を押してで確定で、この2秒って表示されているのを確認して後にシャッター反応すると戻ります。でこのドライブモードのところですね、ひし形が、左上につくと低振動モードですよということで、今この状態でシャッターを押すと2秒後にシャッターが切れます。ちょっと今ライブタイムになってるんで普通のプログラムにしますけども、この状態でシャッターを押すと、通常はすぐ切れるんですけども、低振動モード2秒なんでシャッターを押してから2秒後カシャッと切れるんですね。そうすると押してから2秒の間にこう押した時の振動が収まって、ブレずに取れるっていうような使い方ですね。それが細かく低振動モードの場合は設定できます。でこれこの状態で一回右を押しますと、もうひし形マークが取れますので、これでですね低振動モードオンオフっていうのは簡単に一回設定しちゃえば、この画面でオンにするかオフにするかっていうのは設定ができます。ここまでかな。あと3ページ目ですね。3ページ目になると今度はフラッシュ、3ページ目じゃなくて F か、ギアの F に今度映ってますけども、ギアの F フラッシュのモード、これは3つだけあります。でこれは同調速度、これこの EP5 の場合はですね、8000分の1っていう高速シャッターなんで、同調速度も320分の1秒という、かなり速いスピードになっています。この辺を設定でいろいろこうもうちょっと遅くしたりもできますよということですね。低速制限、こちらもですね、シャッタースピードをこう変えていくことができます。あとフラッシュのですね、光量、フラッシュ補正っていう形でフラッシュの光量を強くしたり弱くしたりすることができるんですが、それに連動して露出補正も変えていくっていうのが、こちらオンにしておくと露出補正も連動されてきます。光量は光量で、露出は露出でっていうことで、分けてやりたい場合はこのオフの状態でやっていただくといいと思います。
で G の方は画質、色、ホワイトバランスに関する項目です。で画質設定なんですけども、これはですね、あのライブコントロールのところで画質っていうのはこのラージノーマルですね、これ JPEG の、標準圧縮ということで、ラージっていうのはその画素数になります。で画素数これ1605万画素なんですが、フルで使うのはラージですね。でそれに対して圧縮っていうのはその右側の F だったり N だったりするんですけども、初期設定ではここに表示されているものの中から選ぶ形です。まあ、ロー含めて、まあ、ローが1個あってですね、 JPEG の場合はこの4種類最初に登録されています。でこの4つ登録されている内容をですね、あの変えたいという時にあのメニューの今のギアマークの G に入っていただくと変えられますよというところですね。で登録されている4つをですね、まあ、変えます。ちょっと試しに変えてみますけども、まあ、ラージ、まあ、フル画素を使って圧縮はですね、あの、まあ、ファインっていうのはまあ初期設定なんですが、実はあの隠れてるんですが、ファインよりもいい設定っていうのがありまして、スーパーファインっていうのがあります。まあ、より圧縮率をですね、まあ、低くして画質を高くしたい場合というのはスーパーファインを選ぶことができます。で2番目をまあファインにしておいて、3番目、まあ、M になってるんですけども、まあ、画素数は、まあ、あえて落とさなくてもいいなという方は、まあ、ラージのまあノーマルにしたりということで、まあ、組み合わせをいろいろ変えることができるんですね。でこれも、まあ、S にしたり L にしたり M にしたりって選べます。で圧縮率、まあ、画質の悪い方でいうと、まあ、ベーシックっていうのも選びますので、グッと圧縮するっていうのも選びますので、まあ、この組み合わせ4通りをですね、自分のよく使うものを選ぶことができますよということです。まあ、まあ、この中でまあ登録したものがさっきのライブコントロールの中に反映されますよということで、さっきちょっと設定した4つっていうのはここに出てきます。スーパーファインを登録したんで、まあ、スーパーファイン、まあ、ラージファインとミドルのノーマル、まあ、スモールのベーシックっていうことで、この4種類ですね、メニューで登録したものが反映されます。で次ピクセルサイズ、これは何かというと、あの M と S ですね。 L の場合っていうのはもうフル画素って決まってるんですけども、M とか S っていうのは、まあ、ミドルとスモールなんですが、ミドルって言ってもですね、まあ、この中から4つ選べるんですね。 M で選んだ時に何万画素にするかっていうのはここで選ぶことができます。同じくスモール S にした時にもう本当に30万画素の VGA にするのか、まあ、100万画素ぐらいにするのかということで選ぶことができますよということですね。はい、まあ、あとシェーディング補正、これは例えば広角のレンズなんかを使うとですね、まあ、周りがちょっと暗く落ちる場合があるんですけども、まあ、その辺をですね、まあ、明るく補正したりっていうのがシェーディング補正になります。まあ、オンにしておくと多少あの暗く落ちたところを持ち上げてくれるという補正です。あとホワイトバランスですね、まあ、これも通常はあのライブコントロールから選ぶんですけども、メニューからも選べます。さらにあのホワイトバランスの補正ですね、あの全体的にちょっとあの赤みを強くしたり青みを強くしたりっていう、まあ、補正をここでかけることができます。こうですね、アンバー側だったりとかですね、まあ、グリーン側ということでプラスマイナスをまあ補正することができます。でこれムービーボタンですね。ムービーボタンを押すと記録されずにこうテスト撮影をしてくれるんで、まあ、こんな感じかなっていうことですね。まあ、全体が変わりますんで、まあ、1枚だけじゃなくて全体が変わるんでですね、まあ、これはよっぽどのことがない限りあんま使わないかなと思います。で今登録したのをクリアしたければこちらでクリアすることができます。あとホワイトバランスのオートの時にですね、もう電球色をまあ残すか残さないかということで、電球ってまあ黄色い、まあ、色になりますけども、その電球の黄色い雰囲気を残したいっていう時にはオンにしておくと、まあ、電球の
オートでもですね、その黄色い感じを若干残してくれる。オフにするともう完全にそういう天気の色かぶりなんかっていうのを抑えてくれるということで、まあ、より青っぽい感じで出てきます。まあ、青っぽいっていうかですね、まあ、見た目に近い感じで出てきますよということですね。でこちらフラッシュを焚いた時に、まあ、ホワイトバランスをどうするかということで、例えば電球の下でですね、この撮ってる時っていうのは、まあ、ホワイトバランスを電球モードにしたりして撮るっていう場合がありますけども、その時にフラッシュを焚いちゃうとですね、電球モードでフラッシュを焚くとちょっと色がおかしくなる場合があるんですが、フラッシュを焚いた時だけ、ホワイトバランスをオートに戻したりとかですね、あとフラッシュのホワイトバランスにしたりっていうふうに連動してカメラが自動的に変えてくれるっていう便利な機能があったりします。もちろんオフにしておくこともできるんですが、こんなのをオートにしておくとですね、フラッシュを使った時にはちゃんといちいち切り替えなくてもですね、カメラが自動的にいい色にしてくれるという便利な機能です。はい、続いてエッジですね。記録消去ということで、記録とか消去に関する設定です。でこれはですね、ワンプッシュ消去、このゴミ箱の消去ボタンを押したときに、通常ですと消しますかどうしますかっていうのを聞いてくれます。再生にしておいて消去ボタンを押したときに中止か実行か、最初中止が選ばれてますよね。で実行にして、あ、電池がなくなった実行にして、OK を押さない限りは消えないんですけども、もう初期設定はかなり安全に設計されてるんですが、ポン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 消していきたいという時には、こちら今のを設定していただくと、ゴミ箱ボタンを押した瞬間にもう消えるというですね、ちょっと恐ろしい機能ですね。ワンプッシュ消去ちょっとオンにしておきました。この状態で再生画面でゴミ箱ボタンを押しますと、処理中って出ましてね、もう押した瞬間に消えます。間違って押しちゃったらもう大変なんですけども、もう慣れてる方でもうサクサクですね、もう消していきたいという方は、まあ、こんな機能もついてます。まあ、通常初期設定はオフですね。でロープラス JPEG っていう画質モードで、ローと JPEG を一緒に撮ってる方、同時に記録してる方ですね。でもうこれロープラス JPEG 消去にしておくと、再生の時っていうのは1枚しか表示されないんですね。これ例えば画質モード、ごめんなさい、画質モードですね、ロープラス JPEG、 これにした状態で撮影してみます。これでちょっとマイクを撮ってみようかね、マイクを撮ります。これ今ローと JPEG と2枚記録されてるんですけども、この状態で再生すると写真としてはですね、1枚しか表示されないんですね。ローと JPEG、 実際パソコンで見ると2枚のファイルなんですけども、この画面上は1枚として見せてくれてます。その時に消去した時っていう消去ボタンですね、ゴミ箱で消しますとローと JPEG2 枚とも同時に消えるんですね。これが初期設定です。1枚消すと2枚ともローも JPEG も消えます。でそれに対してメニューでですね、ローだけ消しますよ、 JPEG だけ消しますよっていうような、 JPEG はもう消してもいいけどもローは残しておきたいっていう時に、まあ、これにしておくと、再生ボタンでちょっとやってみます。これで消去してみます。でそうすると今 JPEG だけ消えまして、画面の右下の方にローって出てますよね。ローの写真だけは残ってますよっていうことで、 JPEG だけは消えてローは残るというように設定ができます。まあ、これはこの中から選ぶことができますとですね。あとファイルネーム、これ、まあ、初期設定はリセットになってます。リセット
でどういうことかというと、まあ、このファイルネームっていうのはちょっと再生したときにですね、画面の右下、一番右下は何枚目っていうことなんですけども、その上に100の、これだと156番かな、156って出てますけども、これがファイルネームですね。これパソコンに取り込んだときにフォルダーが100オリンプっていう形になって、その中に P のなんちゃらかんちゃらってこうあって、下4桁がこの0156ってなるんですけども、これがですね、カードを取り替えたときに SD カードがいっぱいになって、取り替えたときに0からまたスタートし始めるのか、それとも156の次からですね、157からまた記録してくれるのかっていう、その数字がどうなるかっていう違いです。初期設定はカードを変えるとまた0からになるんですけども、連番でずっと残しておきたい。例えば2枚のカードになってしまったときに、例えばパソコンにこう取り込んで同じフォルダに入れるとですね、番号が同じでこう上書きしますかというふうに出てきちゃいますので、それを避けたい方はこれをオートにしておくとずっと続き番号で記録してくれますので、カードを取り替えても同じ番号はダブりませんので、こちらを使っていただくといいと思います。あとファイルネーム編集ですね。これもちょっとマニアックかもしれないんですが、先ほどちょっと申し上げたように初期設定では P ですね、オリンパスのこの、画像というのは頭が P で記録されます。で2番目が月番号ですね。これ実は何月に撮影したっていうのはここに出るんですけども、今初期設定だとそうですね、今7月なんで普通に撮るとここが7になるんですね。で次が日付、10日だったらここが1になって次は0になるんですが、そういう初期設定になってるんですけども、これ自分でカスタムで変えたいという方はこの頭をですねアルファベットにしたりとか、数字にしたりということで、自分でカスタマイズができますよということですね。でですね、初期設定は P が頭について1桁目が月番号で、10月が A、 11月が B、 12月が C ってなるんですけども、で3桁目が10日、20日、30日っていうですね、10の位で、4桁目が日にちで、残りの下4桁がさっきの連番ということです。でそれをカスタマイズできますよ。でこれ sRGB の設定したときにはこういう形です。それに対して Adobe RGB の仕上がりにした場合っていうのは頭が P ではなくてですね、初期設定ではこのアンダーバーになってますね。でこれも編集することができます。そのファイルネームを自分でいろいろカスタマイズしたいときにはこちらです。で続いて実行優先設定ということで、これは何かというと、例えば何かメニューを選んで選択するときに最初中止が選ばれてるんですね。でこれ例えば写真を消去するときなんかもそうなんですけども、撮った写真を表示して最初これ中止が選択されてます。でこれをですね、実行が最初に選択されるように変えるっていうのがこちらのメニューです。これは消去のメニューだけじゃないんですけども、どのメニューにしても実行が先に選択されているというのはこちらです。例えばこれ実行優先にしてあげますと、再生して消去をしたときに実行があらかじめ選ばれますね。なんでボタンを押すだけですぐ消すことができますと。これはお好みで変えていただければいいと思います。で DPI 設定、こちらもですね、何 DPI にするかっていうのも自分でカスタマイズできますので、初期設定は350なんですけども、変えたい方はこちらで変えていただくことも可能です。あと著作権情報ですね、こちらは著作権について、写真と一緒に、記録するかどうかっていうのを設定することができます。本にしておきますと
この下で入力した情報というのは写真と一緒にですねデータとして記録されます。まあ、撮影者が誰なのか、名前でこう自分の名前をこう入れていくこともできますし、まあ、ここでアルファベットですね、まあ、私だったら鹿島ってこう入れていくこともできます。今ちょっとやりませんけども、まあ、入れた情報はまあ写真のファイルと一緒に記録されます。あと著作権も同じようにですね、まあ、名前とかを入れることができますよということですね。はい、で次動画ですね。愛の動画ムービーモードを、まあ、これもあの、まあ、ダイヤルをムービーにするとライブコントロールで変えられるんですけども、メニューからも変えられます。でムービー録音、これ音を入れるかどうか、これもライブコントロールで変えられるんですが、ムービー録音オンオフというのをメニューからもできます。あと動画エフェクトですね。動画エフェクトは初期設定今回オンになっております。これ何かというと、ちょっとこれムービーのモードにしますけども、こんな感じですね。あの動画を撮るときにいろんな効果をつけることができます。実際に撮ってみますけども、今そうですね、菅野さんに動いてもらってます。でこの状態であの十字ボタンの右を押しますとですね、こういうふうに今スローモーション的になったの分かりますでしょうかね。マルチモーションで、これ下を押しますとずっと動いているものが残像が残るっていう形になるんですね。こういう動画エフェクト、あとファンクションボタンを押すとこのアートフィルタームービーを途中から切り替えることができたりします。今ポップアートにしますと色はグッと鮮やかになりました。でまたファンクションボタンを押してファンタジックフォーカスにするとファンタジックフォーカスのムービーになったりっていう、こういういろんな効果をですねムービーの途中でかけられるんですけども、この効果、ありがとうございます。この効果を、まあ、もう初期設定ですねオンになってるんで、今みたいにファンクションボタンだったり十字キーの右とか下を押すといろんな効果がかけられますよってことですね。あと風切り音、まあ、ムービー、まあ、風が強い日にですねあの風のサーッと入っちゃいますけども、それを低減する機能というのはオンにすると、まあ、低減できますよ、まあ、その効果も3通りから選べますと。あと録音レベルですね、これも、まあ、音のレベルを弱くしたり強くしたり、まあ、標準を選んでるということができます。その他のところなんですが、まあ、ピクセルマッピング、まあ、これはまあ普段は使わないですかね。これはピクセルマッピングどういう時に使うんでしたっけ。あの修理、基本的には修理のとか サービスの方ですね、オリンパスのサービスの方であの使いますのでサービスの方で使いますので、ご自身で使われることは、まあ、ほとんどないかなというふうに思います、はい。あと露出の基準設定と調整ということで、まあ、これはまあ普段もこれもやっぱり使わないとは思うんですけども、カメラがまあ初期設定よりも例えば少しもう標準の露出を少しあらかじめ明るめに設定しておきたいなという方はここで微調整ができるんですね。まあ、初期設定、まあ、露出00の時にですねもうちょっと明るい状態にしておきたいとかですね、まあ、その最初の基準値を多少微調整ができます。これ速攻モードによって変えることができますよということですね。あと次電池警告レベル、これはですね、あの早めにちょっと電池が減ったのをお知らせしてほしいという時にはプラスの方向にしておくと、まあ、あの電池の減る警告というのは早めに出てくれます。あと水準器の調整ですね、こちら、なんか平行になってるはずなんだけどちょっとなんか違うかなという時にはまあリセットしたりとかですね、あとは本当に水平なところに置いてあの測り直したりっていうキャリブレーション、まあ、こういう機能もついてますので、まあ、水平がまあ狂ってるとか、まあ、あえてちょっと斜めのところを水平としてですね
カウントしなきゃいけない、ちょっと特殊な撮影があった場合にはそういう、測り直しっていうのもキャリブレーションっていうのもできるようになってます。あとタッチパネルですね。この P5 もタッチパネルでこうタッチ F シャッターなんかもついてるんですけども、そういうのをもう完全にオフにしたいっていう時にはここでオフにしておけば完全にですねタッチパネルが効かなくなったりもできます。あと iFi カードを入れた時にですね、iFi の設定っていうのもこちらオンにしたりオフにしたりっていうのができるようになってます。あとちょっと戻りますけども、動画のところでさっきエフェクトをご紹介しましたけども、こちらですね、あとちょっと紹介し忘れてたのがあって、タッチでできるんですよ。あ、じゃあ一回抜きますか。はい、仕上がりを、ね、カメラをこちらに。正面のカメラに変えております。はい、でこれを、仕上がりモードをナチュラルにしてですね、こちらのカメラでやってみましょうか、はいはい、アイコンがね、さっき4つあったんですけど3つしかご説明していなかった。これですね、一番右のとこですね。で動画をちょっとスタートして、これ何かというとですね、部分的にこうアップにすることができるよという機能で、ちょっとこうタッチ、画面タッチします。で、タッチをしておいて、拡大ボタンですね。違ったっけ？あれ？拡大ボタンか。拡大ボタンを押していただいて、もう一回拡大を押しますと、この緑の枠のところがぐっと拡大されるんですね。ですので、例えば運動会なんかで子供がちょっとズームが足んなくてもっと大きく撮りたいなという時に、このようにですね、拡大のこのボタン、虫眼鏡ボタンを押していただいて、あとはタッチでこの場所を変えられますので、子供さんがいるようなところに持って行っていただいて、もう一回拡大ボタンを押すと、こういうふうにかなりですね大きく拡大してくれます。これ動画のファイルが記録したまま継続して2倍拡大できるっていうところはいいですよね。そうですね、途切れずに、まあ、2倍というかもう 4倍 かなりですね、でかくなりますね。2倍ではない、もっとあるか、こんな感じで運動会の全体を撮りたいんだけれども、スタートの時の子どもの表情は抑えておきたいなんて言った時には便利ですよね。そうですね、ボタン一つでこう全体とアップと切り替えができるんで、そういう使い方便利ですね、はい、で大きくするとですね、画質が落ちちゃうんじゃないかという心配をされると思うんですけども、もともとハイビジョンっていうのはですね、そんなに画素数使ってないんですよね。で1600万画素の中の一部分しかこの動画では使ってないんで、実はこう一部分を切り取って拡大しているように見えるんですけども、実際はですねフルハイビジョンに近いドット数で拡大しているんで、画質がほとんど落ちないで拡大ができるというのはこのエフェクトのまあ特徴になってます。ですので一回終了して再生画面も見てみますかね。では後ろにつないでカメラを切り替えていきたいと思います。再生途切れずに、ちょっと最初操作に落ち着きましたのでちょっと拡大がうん、今こんな感じですね、はい、なかなかね普通のムービーではねこういうことがなかなかできないので。
面白い機能ではありますね。面白い、はい、動画エフェクトの中に入っております。先ほどのアートフィルターを変えたりとかモーションをかけたりっていうのを、まあ、組み合わせていきながら、普通だと動画の編集をかけないとできないようなことがカメラで操作で撮りながらできるっていうのは面白いですよね。はい、じゃあまた正面のカメラに戻ります。はい、はい、では今カメラ正面になっています。はい、今ざっともう全部撮り終わったんですかね。でツイートの方では特にあのご質問のところは出てなかったようなんですけれど、何かあの気になるところはございましたでしょうか。じゃあの、まあ、あのご質問もいただく間に、先ほど月曜日ですね、月曜日もあのお問い合わせをいただいていたんですけれども、 iOS の時のですね、Wi-Fi の接続うまく接続できませんでしたっていう声がございましたので、その辺を解説し、あの実際に試しながらやっていきたいと思うんですけども、このカメラちょっと広めに映してもらっていいですかね。はい、ちょっと反射しちゃうかな、ちょっと反射しちゃうけれども、今画面が消えてるから、うん、はい、今ですね、正面のカメラで、正面のカメラでいいですか。今ですね、ここ、オリンパスのショールーム、Wi-Fi が今つながっておりまして、この iPad はですね、Wi-Fi が接続されております。で、その Wi-Fi を接続されている、この通信の、まあ、この環境として Wi-Fi が接続されているときに、EP5 との Wi-Fi の接続をしようとするとですね、どうしてもですね、じゃあこれは一回切りますね。はい、カメラ、はい、はい、やってみたいと思います。で、まずカメラの方をですね、ちょっと見えるよ。ちょっと露出くらい絞ってもらってもいいですかね。ちょっと明るいかな、明るいんで露出を暗く、うん、そのぐらいがいいかなと思います。はい、で Wi-Fi スマートフォン接続っていうことをしますね。はい、はい、で QR コードが出るんですけれども、この状態でOI シェア起動しまして、今こうつながってませんってオフですね、オフの状態にこうつながってませんということでオフの状態になってますの で、これを簡単設定しますね。はい、読み取り開始といいかな。ちょっと上がね光るので、QR コード読んでくれるか、読まないね、近すぎるかな、はい、あ、消えちゃった。はいですね、これでインストールしますね。はい、これで iPad と Wi-Fi の接続はしているんですが、ここがオフになのオンにならないですっていう問い合わせだったんですね。でこの場合ですね、iOS の場合はアプリケーション、これ一般的なところでアプリケーション側から無線 LAN の接続を切断するっていうことができない仕様になっておりますので、その無線 LAN を一度ですね、設定の画面で無線 Wi-Fi の無線 LAN、 今 CG ゲストっていうのが
あのこの、オリンパスの今この環境でつなあの飛んでいる無線 LAN なんですけども、この CG ゲストっていうのを一度削除します。削除しますと自動的に拾うんですけれども、これだとですね、例えばご自宅で無線 LAN の環境を作られている方ですと、いちいち削除しなきゃいけないということになってしまいますので、この場合はですね、iOS の場合は一回 Wi-Fi に戻ります。この EP5 の無線 LAN の SSID が表示されますので、ここでですね、この EP5 の SSID を選んでください。そうしますと設定ができますので、今拾っていますかね、こっちは大丈夫です。はい、これで今 EP5 の無線 LAN の SSID をつかみましたので、この状態でにしていただきますと、今つながってますね、つながります。ですので、これ通常にの、屋外等ですね、無線 LAN でこの iPad、iPhone が無線 LAN、公衆の無線 LAN を設定してない環境でしたらスムーズにできるんですけども、その公衆の無線 LAN を設定されている環境の中がある中で、同時にの EPL、EP5 をで無線 LAN を接続すると、こういったことが起きますので、その場合は手動で無線 LAN の設定をですね、iOS の設定画面の方から切り替えていただけますようお願いします。あとですね、もう一個で、もう一点ですね、ツイートであったのが、この画面ですね、カメラでのカメラ側なんですけれども、この画面から、電源を、もちろん電源を切ったりとかですね、シャッターを押そうとしても、この画面は切り替わらないんですけれども、メニューボタンを押して、ストップとかして、この画面が消えてしまうとっていうかですね、スリープした時もそうですけれども、消えてしまうと無線 LAN が切れてしまいますので、この状態をですね、維持したまま操作していただけるようにお願いします。はい、今日はたくさん応援ツイートそうですね、はい、いろいろご要望もいただいているところもありましたので、この辺はこのオリンパスライブですね、社内の人間も多く見ているたりもしますので、我々の方でも意見を集約してですね、いただいた意見として開発に反映できるものできないものもちろんございますけれども、いただいた意見は開発側にも意見として出させていただきたいな、出していきたいなと思います。はい、時間もですね、はい、延長してお送りさせていただきましたけれども、 EP5 のですね、徹底解剖ということでお送りしましたが、この後もですね、今後もまたいろいろ新製品が 出たところでもありますので、何か企画をして皆さんに喜んでいただけるようなユーストリームを配信していきたいなと思います。じゃあ2日間ですね、ご視聴いた方もいらっしゃるかと思いますけれども、少しでもこう皆さんの、EP5 の、操作にご活用いただければなと思います。以上で2回の配信終わりたいと思います。どうもご視聴いただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。